はい、こちら赤の紐を締めておりますのが梅木真美選手、78キロ級の2015年アスタナ世界選手権の金メダリスト、昨年のブダペスト世界選手権でも銅メダルを獲得しています。こちら挑戦しますのが九州地区代表、九州予選を優勝して勝ち上がってまいりました青野南選手、これが 初出場、福岡大学の4年生。昨年は全日本学生優勝大会団体戦で母校の準優勝にポイントゲッターとして、貢献しました。非常な注目を集めている選手ですね。試合が始まりました。組手は梅木選手が左、青野選手も左組の相四つです。梅木選手いきなりあの得意の奥襟、首の後ろを固定する形でいきましたね。梅木選手は捕まえたいって感じですかね。はい、梅木選手がはこの首の裏を掴んで懐に抱き込むような形で圧をかける、この形ですね、これを得意とします。青野選手この形からでも大内刈りなど懐に飛び込む技はあるんですが、これですね、ちょっとでもこれ形だときついですかね。そうですね、梅木選手が今いい形を取っていますね、はい、これで圧をかけ続けることのが国際大会で勝ち抜く梅木選手の、まあ、常套手段と申しますか、得意な形です。もう梅木選手はあの形をひたすらやり続けるわけですね、はい、そうです、はい、後ろ襟を掴んで引き寄せてということですね、はいはい、そうです、はい、この形になったらじゃあ梅木が強いと、はい、あ、このただ懐に抱き込むとこの大内刈りがあるという構図になってるんですね、はい、それがちょっとチャンスになるところ。梅木選手国際大会ではもうこの形を続けて最後は相手が根負けして潰れて寝技もしくはゴールデンスコアになってしっかり投げるというような試合が非常に多いです。中村さん、青野選手引き手にこだわらないで釣り手から行っているようにも見えるんですが。そうですね、やっぱりあの奥襟を先に持たれないように自分も奥襟を持って、まあ、奥襟を梅木選手に持たれた時には大内刈りに切り返すというような風に見えます。強気ですね、はい、この持った瞬間の大内刈りがすごく梅木選手も嫌がっているように見えますね。なるほど、梅木選手は奥を叩かなければいけない、その瞬間に、あ、しかし大外返し、金本さんさすがですね。そうですね、ここ落ち着いてますよね。中村さんいかがですか。そうですね、本当に落ち着いていて相手がやっぱり大内刈り何回もかけてきていたっていうのもあるので、その、まあ、しっかり体を使って体でやっぱ体の差があるので、はい、しっかりと浴びせていったなっていうのを思いました。今大外返しの決まり技がコールされました。まあ、結局あカウンターって結構バレてますよね。何回も同じようなタイミングで入ると返されたりするんで、うん、なるほど、はい、どっかでやっぱり組み手変えなきゃいけなかったんじゃないかなって思いますけどね。結局もろに体の力を浴びることになってしまいましたね。強気の攻めだったんですが、ね、強気に過ぎた音も取れますし、梅木選手がよく有利な形で呼び込んだなともいう形の試合でした、うん。